イナーズです。今回は2022年前半のレゴスピードチャンピオン7台を一気に紹介していきます。2022年前半のレゴスピードチャンピオンのセットは76906-1970フェラーリ 512M、 76907ロータスエヴァイア、76908ランボルギーニカウンタック、76909メルセデス AMG、 そして76910アストンマーチンの計5セットです。まずは76906-1970フェラーリ 512M から見ていきます。ドライバーのレーシングスーツ、白がベースになってて両サイドに赤が入ってます。で、車両です。この車両は作り方がねすごく珍しいなと思いました。まあ例えばこれフロントライトね、外すとこんな風になってます。斜めについてるんですけど、これ下側にこういうねポールがついてるんですよね。これにカチッと取り付けるような形になってます。あとこの辺りの造形もよく作ってますよね。エアインテークの形とか、このね後ろにグッと伸びたような感じもすごくね、綺麗じゃないかなと思います。風防を開けると中はこんな感じです。メーターはシールなんですけど、3つ並んでるのがすごくかっこいいなと思いました。で、ここに座らせるとこうなります。もちろん風防パーツ戻すことができます。で、その後ろのエンジン部分、インダクションポットでいいのかな、外すとエンジンパーツみたいなのが見えるんですよね。これね、メカメカしくてかっこいいなと思います。で、一番後ろのところ、スポイラーでしょうかね、角度を変えられるようになってます。はい、リアはこんな感じです。ゴールドのホイールがね、かっこいいですよね。次に76907ロータスエヴァイア見ていきます。レーシングスーツは車両と同じ色になってて、このねシルバーの点々線がねすごく細かくてかっこいいですね。車両です。フロントスポイラーだいぶ低い位置にありますよね。あとエアインテークの形かっこいいなと思います。ライトはプリントパーツになってて、この辺り奥なんですけどボールジョイントが見えますよね。この辺もね面白い作り方してますね。あとサイドのボディの造形もよく作ってますし、ホイールかっこいいのがついてますね。それから風防パーツ外すと中はこんな感じです。センターコンソールのところはこれかっこいいですけどシールになってます。ということでここにミニフィグ座らせるとよいしょ、こうなりますね。で、風防パーツを戻すとこんな風になります。かっこいいですよね。で、その後ろエンジンルーフクリアパーツが使われてて、一応ねここ開けられるんですけど特に中に何かあるわけではありません。で、リア周りテールランプの入り方すごくね独特なデザインじゃないかなと思います。76908ランボルギーニカウンタックです。服装はレーシングスーツではないですね。ただこういうのもねシンプルでいいんじゃないかなと思います。車両です。個人的には今シーズンのスピードチャンピオンを代表する車両なんじゃないかなと思います。フロント部分斜めになってるんですよね。ここなんですけどこんな風になってます。このね下の作り方もね面白いなと思いました。で、ここにねオレンジ色のシールを貼ることによってクリアパーツの上からでも確認できるということで、これはねよく作ってますよね。で、サイドのシルエットすごく綺麗ですよね。さらにこのホイールパーツかっこいいのがついてると思います。プリントパーツではなくて剥がせないフィルムみたいなのを最初から貼られてました。で、風防パーツを外すと中こんな感じになってます。赤が使われてるのがね、すごくかっこいいなと思いますね。で、ここにミニフィグを座らせるとよいしょ、はい、こんな感じになります。で、風防を戻すとこうなりますね。かっこいいですね。で、その後ろエンジンルーフの部分は残念ながら開けることはできません。ただその両サイドのこの部分ですね、斜めになってますけどここもよく作ってるんじゃないかなと思います。一番後ろのウィングですが、ちょっとですけど角度変えられるようになってます。で、リア周りカウンタックを象徴するような場所だと思いますけど、ここもね再現度高いですよね。76909メルセデス AMG です。レーシングスーツかっこいいですよね。点々線はシルバーです。 F1W12 E パフォーマンスです。パーツ数は少ないんですけど形よく作ってるなと思いますね。フロントウィング取り外すことはできないんですけど、このカーブの雰囲気よく作ってるなと思います。あと真ん中のエンブレム、これはプリントパーツになってます。で、ウェットタイヤをイメージしたタイヤのパーツなんですけど、これもねいいのがついてますよね。それからシャフトをイメージしたこの辺りのパーツとか、サイドミラー、あとハロがついてるのがねやっぱりすごいなと思いますね。で、これこうやって動かすことができますんで、なかなかねよくできてるなと思います。
で、ステアリングパーツ形はねすごくいいと思うんですけど、やっぱりシールでもいいんでスイッチとかボタン類があったらなという感じがしましたね。で、ここにミニフィグ座らせるとこんな感じです。で、ハロ戻すと前から見るとね、こうなりますね。まあ、だいぶ頭は出ちゃってるんですけど、ただ雰囲気はしっかり出てるんじゃないかなと思います。で、サイドポットもね、なんとなくそれっぽいですし、この辺の造形もよく作ってるんじゃないかなと思いました。で、ウィング動かすことはできません。で、リア周りちゃんとテールランプついてますよね。プロジェクト1のミニフィグ、レーシングスーツではないですけど、かっこいい服装になってるんじゃないかなと思います。あと、これについてる紙パーツが、ただのね、紙パーツじゃなくて、こういうキャップ付きのやつなんですよね。これもね、いいのついてますね。プロジェクト1です。フロント周り結構パーツ使ってます。これね、MG のロゴ入ってますけど、これね、プリントパーツなんですよね。珍しいパーツついてるなと思いました。あと、ライトもプリントパーツになってますね。で、ボンネットのところ、こういうパーツがね、ここに使われてるっていうのも珍しいですね。で、風防パーツ外すと中はこんな感じで、さっきのキャップに使われてた色と同じ色がポイントカラーとして使われてますよね。まあ、サイドにも使われてますんで、全体的なあのテーマカラーという感じだと思います。で、モニターやセンターコンソール、かっこいいのついてますよね。これはシールになってます。ということで、ここにミニフィグ座らせると、こんな感じですね。で、風防パーツ戻すとこうなります。かっこいいですよね。で、その後ろこれなんですけど、これね、よく垂直尾翼に使われるパーツをひっくり返してるんですよね。この作り方がね、すごく面白いなと思いました。あと後ろのこれはウィングかな、角度を変えられるようになってます。そしてリア周り、結構シールを使ってるんですけど、全体的な造形ほんとね、よく作ってるなと思いますね。下の方のディフューザーもこれ斜めについてますよね。最後は76910、アストンマーチンです。バルキリー AMR Pro のドライバー、ステッチは黒ですね。バルキリー AMR Pro です。この車両長いんですよね。さっきの W12 E パフォーマンスと同じぐらいの長さになってます。フロントスポイラーちょっと高めかなという感じですよね。で、ライトはプリントパーツになってます。それからホイールもプリントパーツですね。これね、かっこいいのついてますね。コックピット周り、ここのカーブの造形よく作ってるなと思います。で、風防パーツを外すと中こんな感じです。赤いシートがかっこいいですよね。あと、この部分かなり広めに取られてるなと思います。で、ここにミニフィグ座らせると、こうなりますね。風防パーツを戻すとこんな感じです。で、その後ろ、このパーツのこの内部の取り付け方もよく作ってるなと思いました。で、リア周り、スポイラーかな、形面白いなと思いますね。マフラーもかっこいいなと思います。バンテージ GT3 のドライバー、ところどころに入ってるシルバーがキラキラしてかっこいいですね。ということで、バンテージ GT3 見ていきましょう。ライトはこれもプリントパーツになってます。このあたりの作り方、すごいですね。それからサイドのこの辺の絞り方かっこいいですよね。で、風防パーツ外すと中はこんな感じです。シートの色がね、綺麗だなと思います。あとセンターコンソールシールがついてますね。で、ここにミニフィグ座らせるとこんな感じ。風防を戻すとこうなりますね。で、その後ろクリアパーツ使われてるんですけど、特に中に何かあるわけではありません。で、一番後ろのウィング、かなりね大型のものがついてます。角度を変えられるようになってます。で、リア周り、テールランプの形面白いですよね。ここのパーツの使い方がね、すごく珍しいなと思いました。ひっくり返してつけてるんですよね。で、一番下のディフューザー、大きいのがついてますね。はい、いかがでしたでしょうか。ちょっと駆け足で紹介するような形になりましたけど、今シーズンライトにプリントパーツ使ってるのが多かったですよね。あと、作り方自体が楽しめる車両も結構あったんじゃないかなと思います。以上、2022年前半のレゴスピードチャンピオン7台を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。